仮面ライダーガイム、カズラバコータを語ろう、どうもゆうちゃまです。若いお兄ちゃんがダンスを楽しんでいただけなのに、だんだんヘルヘイムの森やいろんな謎を知っていき、ユグドラシルのメンバーやオーバーロードに必死に立ち向かっていくんですよね。最初の方とかアルバイト先を探してたりとか、本当に若い兄ちゃんっていう感じだったんですけど、平成ライダーの主人公としてはちゃんと職を探していて偉かったですよね。結構ガイムって難しいストーリーだと思うんですけど、コータさんっていう主人公がストーリーを分かりやすくさせてる気がしましたね。ユグドラシル絶対許さねえ、俺はあんたを絶対許さねえ、この許さねえっていうセリフ何度聞いたことでしょうか。笑っちゃうぐらい毎回言ってましたよね、戦闘時の時に。でも本当に立ち向かう敵って一体誰なんだろう、本当の悪って誰なんだろうって、そういうものをコータさんと共に視聴者は考えていたのかなと思います。ガイムのお話は2話完結とかではなく、次につながっていく連続ドラマだったので、そこも面白かったですよね。まさかコータさんが最後ああいう姿になるとは誰が思ったでしょうか。僕的には最後コータさん死んじゃうんじゃないかって思ってたんですけど、最後は神様になりましたね。あれはあれで面白かったですね。でもガイムはなんと言ってもバロンとの最後の1対1の対決が盛り上がりましたね。臨場感という意味ではこんなにワクワクさせられた主人公はいないんじゃないですかね。佐野岳さんのアクションも素晴らしかったですね。バク転しながら変身とか子供は真似できないでしょうけど。ゆうちゃまでした。最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。